沼津市立町、伊崎小中一貫学校は、静岡県沼津市内浦住所にある公立小中一貫校。沼津市立内浦小学校、沼津市立西の浦小学校と統合し、2021年4月1日より、沼津市立町、伊崎小中一貫学校として開校した。沼津市内浦住所と西の浦木府にまたがっている、長い先の頂上部分にあり、周辺は、 みかん畑や緑に囲まれ、自然豊かな立地である。学校の住所は、内裏住所だが、学校の西側はすぐに、西の裏も区府となる。東海バス沼津営業所西の裏船長、伊崎小中一貫学校経由、N22、寄付農協長伊崎小中一貫学校まで、乗車学校登校日の登校時刻に合わせての、運行のため、本数は、わずかしかない。 長井崎小中一貫学校入り口経由 N21.22 襟長井崎小中一貫学校入り口まで乗車学校の峠工事時刻に合わせての運行のため本数はわずかしかない長井崎トンネル経由 N24 岐阜農協 N24 襟 N25 戸田目府東口まで乗車庁伊崎小中一貫学校 長井崎小中一貫学校入り口経由以外は、ここがもより、ありがとうございます。